母さん手作り。おすごい楽しみです。ありがとうございます。そんなん怖いです。我到大内宿了，但是雨下超大，现在还是雨稍微有变小的状况，刚刚雨下更大。天哪，这间三泽屋就是吃它的葱荞麦面最有名的地方，但是我想说先晃一下，等一下再来吃，因为等一下听说雨会下更大。它这个是烂泥挖土图啊，它没有铺装啊，真的是很原始的风景耶，就是都是土的颜色，大自然的颜色。这个福岛县大内宿啊，与岐阜县白川乡京都美山北村合成日本三代毛器屋聚落，真的好原始的景色，地也是土。我们来慢慢逛一下。我有稍微查过，其实应该沿路有很多可以边走边吃的商店，但下雨天也不太适合边走边吃。大家点买什么？看一下。哇，它其实沿路都是卖土产，都是卖名产的店啦。它这边就有卖红牛，还有卖一些毛巾。日本制的精致毛巾，真的就是很大自然。那很惨的是今天下雨，我这边晴天逛应该会比较好逛，路好难走哦。家店就有卖一些边走边吃的美食了。慢慢些鲜贝，那这样子坐在元朗吃好像很惬意耶。哇，前方还有一个鸟居，有看到吗？左前方，你看有神社咯。哇，古风神社。高仓神社，它到底叫什么啊？后面啦，那个神社还很远，在很里头有还有一个红色的鸟居。下大雨算了，我们在门口拜拜就好。真的越往里头走，它的风景真的就越来越原始感，越有古风。现在看得到里头哎，偷偷瞄一下。你知哇？哦，中を初めて見ました。他のところ中は全然見れなくて。すごい。ここ何屋さんですか？こちら民芸品とか、こうやって会津の漆器類など。ああ、漆器。はい。ありがとうございます。民俗艺品，还有卖一些漆，爱之漆工。めちゃ綺麗ですね、これ。ガラスの。すごい。はい。これ日本酒用とかですか？そうです。ああ。ああ。綺麗。ありがとうございます。好多学生哦，应该是毕业旅行。现在卖鲜贝哦，平常应该有直接卖现烤，但他现在没卖。他卖新型的。中でも一番人気なのはやっぱこれかな。これ。ちょっとあんまり熟い味だけど。濡れカリ餅。へえ。カ
硬いのと柔らかいのと混ざって入ってる。硬いと一つの硬くはない。ありがとうございます。細かいけど、はい、ありがとうございます。明日も雨の予報だよ。そうなんです。でも初めて来たんですね。私あ、そう、一人旅、あの友達と一緒に来ました。あ、はい、車で来たの？車で来ました。あとは、はい、1週間福島です。遊びます。1週間、1週間学生さんでは、あ、じゃないじゃないです。はい、社会人。何、1週間もその日に旅して歩くの？あ、そうです、そうです。福島めっちゃ回ります。なんか冬1回来てて、うん、で、めっちゃ楽しかったので夏まで来ました。あ、まあ気をつけて、いい旅してください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ気をつけて食べてください、ね。はい、ありがとうございます。阿嬷人好可爱哦，而且他的鲜贝真的蛮好吃的，他鲜贝味道很浓，我觉得很好吃，所以我就直接买一包。他跟我推荐的有硬的，然后也有比较软一点点的，两种混合在一起很好吃。阿嬷太可爱了啦。那边在卖什么？自家制的餅哦，こんにちは。何かおすすめの味ありますか？これはほら、この名物です。トチ、トチの芽を入れて、あ、栗じゃないですね。栗みたい。トチの芽、普通の芽。この写真お母さんですか？あ、そのおすすめの餅一袋お願いします。はい、はい、600円ありがとうございます。これもお母さん手作りです。お、すごい。楽しみです。ありがとうございます。ですね、本当びっくりしました。めちゃくちゃ雨でね。今からちょっとご飯食べに行こうかなと、雨で。すごくびっくりしましたもん。ありがとうございます。那我们现在就去吃午餐吧，去吃那个最有名的三泽屋好了。今天下雨，应该人不会那么多。吃饭，终于可以吃饭了。这间三泽屋，听说这间是最有名的。要吃葱烧吧，要吃这家的样子，我也不知道。既然都来，就吃最有名的、啊。哦，里头是榻榻米的座位，期待耶！就是这个，就是这个，就是这个，用葱吃面。还有趣耶，高远说法，嗯，面长这样，哇，啊，拖鞋。隣のところにかけてお待ちいただいて、順番にお部屋持っていきます。哇，好酷哦。这是它的 menu， 然后我们点了这个是最有名的大内宿名物，那是冷的，然后我们还点了炸鱼香鱼，我们还点了这个土鸡摩鸡，这也是他们的名物，我们点这个 mix 的，然后他还送了这个サービス前菜来哦。这是什么啊？こんにゃく刺身かな。然后跟这个是水莲吗？我看到这个桌子也好有特色哦，它很像那五斗柜，然后改装的，酷耶！来了来了，嗨，すごい！哇，嗨，おはようございます。このネギのままで食べるんです。そうですよ。ネギが端代わりなので、はい、ネギでよく混ぜて、
はい、作って、あとたまに弾いて。ありがとうございます。そば湯ね。はい。あ、这个我们点的炸香鱼，它比我想象中还要大盘，有点傻眼。啊，吃这个，它捞，它直接捞着吃。它有还有萝卜泥，然后还有柴鱼片。好像可以，好像可以哦。我觉得我技术还算不错的，不是很好吃耶。它是冷的，然后它的那个大豉味道也不会很鲜，什么都不会，刚刚好，清汤感，然后萝卜很香耶，萝卜泥很香。它的手法也很好吃。你看我技术很赞耶。这个鱼，它是有点甜甜的酱吗？那个甜甜的味道。嗨，阿里在吗？这个是红豆泥，然后这个是黄豆粉。那里头都是一样，都是土鸡母鸡。哦，还蛮软的耶。哦。Q 哎、欸，那个红豆不会很甜，很好吃。接着试试看这个黄豆粉口味的，它也都是一样，是土鸡母鸡，只是它撒的东西不一样。它黄豆粉它有糖分，比较甜。你看那个母鸡有一点点苦苦的，我真的不会说哎、欸，很特别味道，可以点来尝鲜啦，还不错。好吃。吃饱饭后，雨停了，然后再稍微绕绕。石原屋。之前 King and Prince 的平野紫椒就是在这间吃。啊，这边有一间看起来很可爱的店，它挂了好多东西哦。哇，这是什么？啊，布？布怎么制作的？啊，すごい。啊，ネギ。食べましたあの一番前のあれ何でしたっけ、あ、そう、みさのさんあれ美味しかったです。これね、結構でっかいですね。ひげもついてる。お、ほんとはい、おふかね、ネギかわいい。初めて来ました。上のね、あの高いところ見晴らし台って言うんだけど、はい、あそこに上がると一望できて綺麗。行ってきます。一番上ですね。ありがとうございます。日当たり左に上がってるといいですよ。はい、行ってきます。走去阿姨给我们推荐的展望台。哇，这边这个角度没有卖任何东西，看起来也太原始的风景了吧。啊，那前面还有堆木材耶，有什么原始风景。从这里上去，把这个楼梯上去。哎呀，到了，你到了。那还有一个紫安观音堂，哇，应该这边。哇哦，这边就是大家常看到的那个景色，夏天好绿哦，漂亮哎。
在呢来到这个叫做七日町，沿路都有很多那一种大正风情的房子，就一起去逛逛吧。哇，这间好有味道哦。他是买什么的？能够盖那种防火窗的基本上都是侯亚郎福西本店哦，有点综合啦，有餐厅，有美术馆，也有欧米亚给的店，也有咖啡。这是这边街道的氛围，这边感觉就很厉害啊，济州1934。这边有一家昭和懐かしい館，古董俱乐部。哇，好昭和感哦！药局前面会有个大象，哎，进来看一下哦。哦，还蛮多那种打卡式。哇，こんにちは。啊，嗨。嗨，哇哦，从这边上二楼。哎呦，进来一个人要200块，有点抖。他是很厉害，在二楼。很酷哎，太酷了吧！这是一个照相馆，以前的香烟杂货店，居酒屋。还有食品模型在眼前呢。哇，别人的家，你看他电视真的有在播，而且是黑白的。这家昭和懐かしい館可以来，很推，很有趣。前面这个是很有名的酒藏，广末酒藏。哇哦，它这里除了酒藏之外，还有哇，它一边都护旅耶，可以办演唱会、演剧、展示厅、演讲会，它有博物馆跟一个咖啡厅，还有一个贩卖所。喂喂，哇，走上参观的地方，哇，好大呀。很有名的和果子店，汇金果子。里面也太现代了。它一直切一切切切，然后就会一直有不一样的图案出来，那小鸟会飞。
月亮也会从三月变成满月。上次来的时候我买这个花雪，还有丹麦乌米抹吉，还有核桃的方形的抹吉，很像我们的黑枣饼那种黑枣抹吉那种感觉，很好吃哦。